第50回目でございます。今回、前回にもお知らせいたしました通り、50回皆様にお付き合いいただきまして本当に感謝申し上げると ともに、今年8月の29日に、去年から延期になっております無線会を開催させていただくことになったということで、演目の少しずつ、1回に関して2曲ぐらいずつ見どころなり、ここ見てくださいとかこういう風にやってますとかっていうのを、私の口から解説させていただきながら、なんていうんですか、当日の手引きといいますか、で、ま、もしその当日ご覧いただけない方でも何かの折にご覧いただける機会があった時に少しでもお役に立てるような、そういう配信にしたいなと思って、今回から何回かに分けてやらせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。というわけで、まず当日1番目の演目が蛙津でございます。蛙津、カエルのことです。それで、カエルとプチナワ、これは蛇のことなんですね。蛙津と蛇が、ちょうど今自分水月の半ばに、たもて出会うというところから始まります。この蛙津という曲、いわゆる地唄の作物と呼ばれる曲で、まあ、よく上方歌地唄には艶物であったり、まあ、本業物であったり、この作物であったり、いろいろと種類が分かれてて、この作物というのは動物とかそういうものを擬人化して、曲にした。先日は NHK で放送させていただきました谷氏なんかも、まあ、作物の代表ではあるのですが、この蛙津なんですけど、まあね、こんな感じです。ではこんな感じで見えるのかな、こんな感じで蛙津な感じです。で、蛇なんですけど、蛇は、袖にね、こうしてね、こんな感じなんですよ。見えます？こんな感じで蛇を表現します。あとは言ったりこう八の字旋回してニョロニョロ歩いたり、蛙津はちょんちょん飛んだりで、この蛙津を私何度も回していただいておりますし、まあ、プチナワの方も何度も、いろんな方とやらせてはいただいてるんですけれども、まあ谷氏もそうなんですけど、上方歌の中に残る、まあ大阪のこの上方の町人気質、といいますか、本当にずる賢い感じで、その谷氏なんかも蛙津なんかもちょっと見えるかも分かりませんけど、実は強いものに対して本当に一生懸命生きてる、本当にすごく実は頑張ってるんです。生きるためにものすごく頑張ってる、ちっちゃいもの、これが、いわゆる当時 のそういうお上というか上の方に対しての反発であったり、そういうものをすごくよく表してるんじゃないかなと、最近常々思って、こういう曲は回していただいておりますので、まあ蛙津であったりこの谷氏なんかでもずるいな悪いなって思ってみるんじゃなくて、食べられないためにどうしようか、本当にもう本当に一生懸命どうやれば生き残れるかをすごく、考えて、なんとか騙して、生き延びると言いますか、そこに面白みというか、それを見てる大阪の人たちがすごく共感して面白く感じたんじゃないかなと思っておりますので、その辺も楽しんでご覧いただけたらなと思っております。で、2曲目の雪なんですけれども、これは本当にもうまさしく山村流、ですと言いますか、もう本当に山村の魂と言いますか、そういうふうにも表現されるほど、この雪という曲は、うちの家では、大事な曲でございます。もうね、今まで何遍も喋ってますけど、谷崎潤一郎先生のささめ雪の
シーンで、うちの山村の雪を舞ってるところとかが、よく出てくるという話をね、もう何遍もしてると思いますけども、実は僕この雪という曲をですね、舞う気が全くなかったんですよ。まあ、それはあのうち妹がおりまして、まあ地唄のそういうね、さっきも言いましたけど艶物といわれるこういう代表的な曲なんですけども、それはもうね、やっぱり女性の方がね、いいんではないかという、それでまあ僕は舞わないだろうなと、10代から20代ぐらいにかけては思ってたんですけれども、ふとこの雪を作ったのが、初代の友五郎であって、あ、男の人から見たあの女性のそういう仕草であったり感情であったり、あ、そういう風に作ってるなとふと思った時がありました。それでそれをあなんとなく自分の中でこう解釈して消化したというか、そういう感じで、待ってみようかなと思って回せていただいてから、もう何遍もたかわからんほど回していただいております。衣装もね、まあ、雪場のもんであったりそういうもので作らせていただいて、先年日本芸術院賞をいただいた時にそれを飾っていただいて、今の上皇后、陛下にご覧いただいて説明申し上げたりもしたほど、雪という曲が好きになったというか、待ってて楽しいというか、いろいろと毎回、発見があるといいますか、いまだにまだ 100% できてるわけではないんですけれども、ここを見てこれを理解していただくと、山浦流のことがよく分かっていただけるというか、ちょっとマニアックな話します。いっそ咳かねて、という曲がある。もしやといっそ咳かねて、まあこれは地唄の世界で南地の芸者祖籍という人のことを歌ったと言ってよくうまく歌い込んでるっていう、もしやといっそ咳かねてっていう歌詞の部分があるんですけれども、まあそれはさておきですね、ここでですね、山村流がなぜ、一条で舞を表現すると言われたかが、集約されているような僕は気がしています。それはですね、まあ、昔からこういう古典芸能で、回る回転することによって、場所が移ったり、本当に、景色が変わったりいろんなことをするというのが、まあ、能狂言いろいろなもので使われているんですけれども、うちの家でも、それをうまく使ってるなと思った場所なんですけれども、ちょっとやってみますね。まあ、傘持ってるんですけど、ここで実はついて振り返るのがもしやとっていう曲なんです。で、もしやって思うんです。この顔がこっち行って、本来もしやって顔を見たら実はこっちへ行ったりこっちへ行ったりするんですけれども、これ一畳という狭い空間でやるときにもしやって振り返ったらスッと回ってもう一度こっち向いてここへ出ていくんです。そうすることによってここで今180度回って方向がスッと変わってるんですね。これが分かっていただくとですね、どこに何が対象物があって、狭い空間でもそういう距離感であったり方向であったりっていうのをうまく表現してるんではないかなと思っております。これ本当に私も振り付けいろいろな、場所いろいろな曲をさせていただいてるんですけども、あ、こういうふうに使えばこの空間はこうできるんだなっていう、すごく自分ではこれは本当によくなんていうか、こっそり使ってる感じなので、まあちょっと今マニアックになってしまったんですけども、こういうことが行われてるのは実際この距離感なんですよね、お客様との距離感で、
そんなにね、今みたいなあの劇場のような空間でやっててもそんなに本来ね、もしやって言ってる、あ、もしや、もし、あれって思ったらこっちに進めばいいだけなんですけれども、あの、まあ、当時お座敷という、もう本当に限られた空間で待ってたこの絨毯前上方前にとってはこの手法はすごく大事じゃないかなと私は思っておりますので、そういう部分を、少しこう見ていただいて、あ、そうかそっちに今そういうことが行われてそこに誰かがいるんだなとかっていうふうに、今までこっちにいたけど、あ、今回ったから今度こっちの空間を使いにこっちに行くんだなとかっていうふうに見ていただくと、なんていうんですかもう少し、神田前面白く、ご覧いただけると思いますので、そういうところも、ちょっと見ていただいたら本当に嬉しいでございます。こんな感じで、まあダラダラと少しすいません喋ってしまいましたけども、こんな感じで、これからあと、2曲ぐらいずつ、解説させていただきたいなと思っておりますので、何卒お付き合いのほどよろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。